皆さんこんにちは、カモネギ投資家カモラレです。今回は先週お出しした自社株買いの動画、今年自社株買いがすごく活発になっているということでご紹介したんですけれども、コメントでリクエストいただいた個別の銘柄の特徴をお話しして時間切れとなってしまいましたので、今回の動画ではその続き、それぞれの銘柄の自社株買いが市場に対してどれぐらいのインパクトを与えるのかというのを、様々なデータを用いたランキング形式でご紹介したいと思います。そしてその中でも非常に特徴的な、ダントツでデータが飛び抜けている銘柄もお話ししてしまいますと、9831ヤマダホールディングス、ティー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 、ヤマダ電機でおなじみのヤマダ電機ですけれども、この銘柄が大きな自社株買いを発表したこの思惑について少しお話ししたいと思います。早速自社株買いのそれぞれのデータランキングをご紹介したいわけですけれども、前回の動画ご覧になってない方のために少しおさらいをしておきますと、今年決算発表の最も多かった時期、4月から5月にかけて多くの自社株買いが発表されました。企業数としては前年同期で 60% 増の250社超、そして金額に関しては前年同期比の倍増で4兆円程度となっており、前年ではなく過去すべてで最も多かった年というのは2019年だったんですけれども、それをも上回る水準ということで、現時点足元5月末の段階で今年の赤線の金額グラフが最も高い推移を示しているのがお分かりいただけると思います。昨年年末あたりから自社株買いというのが非常に人気になっているわけですね。それでは早速データをご覧いただきたいわけですけれども、どんなデータを用いているかというのをご紹介したいと思います。自社株買いが市場に与えるインパクトとして重要になってくるデータですね。まずは自社株買いを行う期間、スタートする日と終わる日、この期間内に自社株買いを行いますので、当然インパクトが出てくるのはこの数ヶ月間ということになります。銘柄によっては期間中均一に分割して自社株買いをするところもあれば、始まったらすぐにどんどこ買い付けて12ヶ月設定しているのに1ヶ月で終わらせる、そういった銘柄もあります。そういった個々の特徴に関しては前回の動画をご参考にしていただければ幸いです。そして自社株買いの内容ですね。どれぐらいの株数を買い上げるのか、すでに発行済みの株数の何パーセントに当たる自社株買いとなっているのか、これが取得比率。そして今回の自社株買いを行うのにあたって最大出せる予算。ですので、株価が上昇してしまうと、決められた予算の中で買える株数というのは減ってしまいますし、この最大の買い付け金額を必ずやってくるとは限りません。例えば2000億円と発表していたけれども、実際は1000億円で期間を終了したといったような案件も全然あり得ます。そして次のデータ、出来高日数ですけれども、この最大の買い付け金額を用いて株数を買い上げる場合に、平均の出来高でどれぐらいの日数分になっているか、要するに銘柄ごとのインパクトを示すような数値となっています。これら当然それぞれのデータで示す意味合いというのが変わってきますので、順番にランキングをご覧いただきたいと思います。まずはですね、一番簡単なものから、買い付け金額の上位ですね。4月5月に発表された自社株買いの中で、より大きな金額で発表されたもの、上から順番に NTT、三菱 UFJ、トヨタ、日本郵政と並んでいますけれども、それぞれですね、4000億、3000億、2000億と、今回はソニーグループまで7社ご覧いただいていますけれども、2000億以上の規模の大きな自社株買いというのは、こちら抽出したものになります。当然この最大買い付け金額というのは、大きい方が買い支えにはなりますが、先ほど申し上げたように、必ずこの金額をやってくるというわけではなく、3番目のトヨタ自動車であったり、7番目ソニーグループといったところは、前回の自社株買いプログラム最大の買い付け金額を処理できなかったといった実績がありますので、今回も過度な期待は禁物かと思います。そしてこの最大買い付け金額なんですけれども、当然大企業ほど巨額になる傾向があり、このデータだけではインパクトを比較することはできません。ですので、例えば一番上の NTT、自社株買いで4000億と発表されると、その NTT を持っている株主は、おお、やったーと思って、多少はポジティブなインパクトにはなると思うんですけれども、NTT の自社株買いと三菱 UFJ の自社株買い、どっちの方が規模大きいよね、インパクトがでかいよね、という比較はできないということになります。それではですね、どんな風に横断的に比較していこうかと思った時に、まず一つ目に挙げられるのが取得比率の上位ですね。それぞれの企業が発行済みの株数のうち、どれぐらいの割合の株数を自社株買いするのか、ご覧いただいているように、
5% を超える取得比率の銘柄というのはこちら、一番上のヤマダホールディングスに至っては 20.7% と、2位の大成建設 6.6% を置き去りにしてダントツでトップの比率となっています。まあ、やはりですね、発行済み株式数の 20% をいきなり買い上げるというのはかなり大きな規模の自社株買い案件となります。冒頭の本日お伝えするテーマでお話ししたように、ヤマダホールディングスについては後ほどご紹介したいと思います。次にご紹介するデータが市場のインパクトの上位、一つ前ご紹介した見仕上げる株数の割合というのもインパクトの一つではあるんですけれども、実際に自社株買いを行うときにその買い上げる株数が平均の出来高で何日分になるのか、まあ、なぜこんなデータをご覧いただくかというと、例えばなんですけれども、発行済み株式数が多かったとしても平均の出来高が全然ない、まあ、そんな銘柄だと自社株買いを大きく行ったときにすごく株価に対する情報への圧力というのがかかるわけですね。まあ、基本的には取得比率が大きいものに関して出来高日数というのも高くなる傾向にはあると思いますけれども、平均出来高で10日分以上のインパクトがある銘柄をご覧いただきますと、こちら少し数が多くなっているんですけれども、やはり1位になるのはダントツで大きな比率の自社株買いを行うヤマダホールディングスとなって、約27日分の平均出来高、これを買い上げる予定ということになります。ただ2番目に来ているのは NTT と、取得比率が 2.8%、 そこまで大きくないにもかかわらず、平均の出来高日数で換算すると約18日、19日弱ということで、まあ、この銘柄が先ほど申し上げたように買い付けるプログラムの規模に対して相対的には取引量というのがそこまで大きくない銘柄、株価に対するインパクトが出やすい銘柄と捉えることができると思います。さて、この平均出来高による日数換算、いつも私の動画をご覧いただいている方ですと見覚えがあるかもしれません。というのもですね、指数のリバランス、銘柄入れ替えの動画で同じようなデータをご紹介しています。指数の入れ替えで対象となる銘柄が機関投資家からどれぐらいの売買量を発生するかというのを同じように平均の出来高で日数換算してインパクトを示しております。まあ、ですので、その捉え方と意味合いとしては近いんですけれども、まあ、今回ご注意いただきたいのが、この指数リバランスとは違って自社株買いというのは点で需要が発生しないということですね。指数でのリバランスというのはとある月末というのが多いですけれども、基準となる日の引け値というような形で、そのタイミングで機関投資家からドバッと売買が出てくるので、このように日数換算することでどれぐらいのインパクトがあるんだなというのが把握しやすいわけですけれども、今回の自社株買いというのはとある日にガツンとやってくるというわけではなくて、各会社が設定する開始日終了日の期間内に行ってくるという形で、点で需要が発生するわけではありません。まあ、それを勘案したときに、もう一つ右側に今回追加したデータがあるわけですね。まず企業が設定した自社株買いの期間というのは何ヶ月なのか、平均の出来高日数をこの設定期間で割ることによって一番右側データを出すことができるわけです。まあ、ということで、早業インパクト上位と書いていますけれども、一番右側の平均出来高日数を期間の日数で割ったものですね。まあ、そうすると1位がオープンハウスで、2位がヤマダホールディングスと、ヤマダの1位が陥落するわけですけれども、まあ、このデータどういう意味かと言いますと、平均の出来高で言うと27日分の株の買い付けとなっていますけれども、設定期間が12ヶ月1年間ということで、この設定期間に占める日数というのが 19%、 一方でオープンハウスというのは平均出来高の日数にすると 12.89 日、約13日となっていて、ヤマダホールディングスの半分以下ですけれども、設定されている期間がですね、4ヶ月ちょっとということで、この出来高日数が設定されている期間に占める割合というのが 24% と、まあ、要するに指数リバランスのように点で需要が発生しない分、自社株買いの需要、つまり買い付けの設定期間で割ってあげることによって、このインパクトの濃度というのをランキング化したデータとなります。まあ、そうするとですね、一番上オープンハウスがトップになるわけですけれども、実際にですね、このオープンハウスすでに半分ぐらい、150億円程度の自社株買いを5月16日から足元までに終えているということで、もはやですね、4.5 ヶ月と設定したのも短めですが、さらに早業でやってきているということで、自社株買いをいつまでも信じてですね、長々と買い支えてくれると考えるのは注意が必要ということになります。こうやって見ると、下2つですね、4452花王、
7752、リコーなどは設定期間が 3.5 ヶ月、5ヶ月とそれぞれ短めになっているために、自社株買いの規模や平均の出来高日数だけで見るとそこまで大きなものではないんですが、設定期間内のインパクトという意味合いで一番右側のデータをご覧いただきますとランクインしてくるという形になります。まあ、ということでですね、ご覧いただいたように自社株買いを見るときは金額であったり取得比率だけを見るんではなくて、期間設定であったり市場に対するインパクト、流動性というのも気にした方がいいよということをご紹介したんですけれども、まあ、この設定期間、自社株買いをする期間というのが短い銘柄というのをちょっとランキングご覧いただきたいと思います。まあ、先ほどですね、もうすでにこのデータを用いて一番右側の比率ランキングをご覧いただいたわけですけれども、そもそもですね、設定期間を短めにしている銘柄ご覧いただきますと、キャノンに関しては3ヶ月以下、花王やトヨタは3ヶ月ちょっとで、三菱商事が4ヶ月と、イメージとしては1年間であったり、会計年度の最終日、例えば3月期決算であれば3月末までということで、決算発表した5月から3月の10ヶ月、まあそういった案件が多く占めていると思うんですけれども、まあ、このようにご覧いただきますと、短めに設定している銘柄もちらほら見受けられるわけですね。まあ、なぜこの設定期間に関しての話を一番最後に持ってきたかと言いますと、まあ、一つご質問をいただきまして、この株主還元のシリーズの動画、前回前々回と ETF 上場投資信託を用いてパフォーマンスをご覧いただきました。まあ、簡単にご紹介しますと、こちらが前回ご覧いただいた動画でのチャートなんですけれども、まあ、黄色の線が高配当の銘柄を70銘柄集めた ETF、 水色の線が高配当と自社株買いを含めて株主還元という意味で70銘柄集めた ETF、 そして青の線がトピックスとなっていますけれども、まあ、このチャートを比較していただいて、どちらがいいかというとパフォーマンス水色の方がいいということで、配当だけではなく自社株買いに注目して投資するという戦略も効果的だというご紹介をしたわけです。まあ、これを踏まえて個別の銘柄というのも前回の動画でお出ししたんですけれども、まあ、そうするとですね、高配当であったり株主還元の投資信託を買うのがいいのか、それとも株主還元に力を入れている個別銘柄を選んでいく、直接買っていく方がいいのか、どっちがいいんだと、まあ、そんな質問をいただいたわけです。まあ、これに関しては、まあ、正直個別銘柄を買う場合に関してはなるべく取得単価を下回らないような投資、まあ、つまり元本を分割返済されているだけの形になる配当の受け取りを避ける、取得単価よりも上の株価をなるべくキープできるような銘柄を選択するということで、まあ、そこまで詳しい方であれば個別銘柄の方がいいかと思います。そして今お話しした意味があまり腑に落ちない、ここの銘柄をあまり詳しく見る余裕がないといったような方ですと、投資信託でもいいかと思います。ただですね、今回自社株買いに焦点を当てて、さらにこの設定期間をお話ししている理由としましては、投資信託というと、特に ETF 上場しているものの場合、上場する際のルールとして何か指数を設けなければなりません。まあ、指数というのは高配当であったり株主還元の一定のルールを用いて銘柄を選別していく、そしてバスケットとして指数に設定すると、まあ、そういったルールを決めていかないといけないわけなんですけれども、まあ、その際にですね、必ず銘柄の入れ替えというのは取り決められているわけですね。まあ、そうすると今回の動画テーマでもある自社株買いという要素は入れておきたいなと、まあ、そしてその自社株買いというのを各社設定されている期間をご覧いただきますと、配当とは違ってバラバラなわけですね。設定されている期間もバラバラであれば、その期間の中でどのように買い付けてくるか、手法についてもバラバラなわけです。そして実際にその金額すべてやってくるかどうかもわからない、まあ、そういったことも踏まえますと、個別銘柄の自社株買いというのは指数というルール上に載せるのが難しいわけですね。自社株買いは短いもので3ヶ月、長いもので12ヶ月、そんな風にやってくるくせに、指数の入れ替えというのは定期的、例えば四半期、半年、1年、そんな風に決めていかないといけない。こういったことを考えると、例えば3ヶ月しかない自社株買いの銘柄を組み入れても、指数の銘柄入れ替えのタイミングが1年とかだと、9ヶ月無駄に指数に含まれるわけですね。まあ、そういったことも考えると、自社株買いというのを焦点に当てて投資する場合は、個別銘柄の方が一つ一つつぶさに見ていった上で買っていくというのがいいのかなというような印象です。
それでは本日2つ目のテーマ、先ほどからたびたびランキングに登場しているヤマダホールディングスが自社株買いを行うことでどんな目的があるのかというのをお話ししていきたいと思います。先ほどご覧いただいたように取得比率 20.7% と書いていますけれども、まあ、発表段階ではですね 23% 超えると、まあ、株価上がってしまったので少しこの1000億という予算で買える株数というのがだんだん減ってきているわけですけれども、4分の1、5分の1に当たるような株数を一気に見仕上げるということですね。ただヤマダホールディングスに関して財務諸表を見てみますと、まあ、現在持ち合わせている現預金というのは570億円程度ということで、まあ、1000億の自社株を買うと言っているのに、まあ、この手元の現金だけでは足りないわけですね。まあ、その他の資産として流動性のある資産はほとんど棚卸し資産と、まあ、要するにヤマダ電機の店舗内に置いてあるような家電というのが多く占めていると思うんですけれども、まあ、これで4000億程度と、まあ、さすがにですね、株主に対して家電を上げるので株を売ってくださいというわけにはいかないので、まあ、そうするとこの自社株買いどうやってやるのかということで、まあ、とあるですね、会計士さんがやっている株系の YouTuber、まあ、先生が言うには、まあ、何個かポイントを挙げているんですけれども、営業キャッシュフローであったり、在庫の圧縮、そして借入金といったような話をしていました。まあ、営業キャッシュフローというのは利益ですね。そして在庫の圧縮というのはこの家電の在庫の保有量を減らしていくということでキャッシュを生み出していくと、まあ、そういったいろんな観点から1000億を捻出する方法を動画内で力説していて、まあ、さすが会計士さんですね。財務諸表を見る力というのは素晴らしいものがあると思うんですけれども、まあ、一応大学の先輩ということであまり茶化して言うのもよろしくないんで、まあ、はっきり申し上げますと、まあ、借入金を使うしかないですね。というのも、まあ、単純に1000億円捻出してくるというお話、これでしたらいろんな観点から企業のですね、資金繰りなどを改善していくというお話だったら、その会計士さんのおっしゃる通りなんですけれども、今回自社株買い、これ設定している期間というのが1年と決まっているんで、まあ、悠長にですね、キャッシュフローを集めてきたり、在庫の圧縮、回転率を改善していく、まあ、そんなことを悠長にやってるとあっという間に1年過ぎますわということで、まあ、1000億円まるまる借入金持ってこなあかんというわけではないと思いますけれども、まあ、だからといって現預金をですね500億円使って借入れ500っていうふうにはできないですよね。さすがに70億円の手元資金っていうのは心もとないですし、まあ、そういったこともろもろ考えると、まあ、純粋に借り入れればいいんですが、まあ、債務を増やして自己資本を減らすという形になります。ということでバランスシート的には純資産の項目から負債の項目に持っていくという形ですね。まあ、これをすると何が良くなるのか、まず悪くなるものは自己資本比率です。もともと 51% と半分超えていたわけですけれども、まあ、仮にですね、1000億円丸々負債を増やして自社株買いを行って焼却すれば自己資本の比率というのは 5% ぐらい下がるということですね。ただこの自己資本比率に関しては、まあ、40% を超えていれば特に問題視されることはないので、ヤマダホールディングスの規模に対してはそこまで大きな減少ではないと考えられます。じゃあこの純資産から負債の項目に持っていくこの自社株買い、金がないのに負債を調達してまでやる意味というのが何なのかと。このチャンネルたびたび銘柄分析で一番最初に健全性クオリティという項目を取り入れています。この評価の内訳を少しご紹介しますと、自己資本比率 ROE アクルーアルとこういった項目を並べているわけですけれども、まあ、今見ていただいた自己資本比率ですね、これそこまで大きく低下はしないとご紹介しました。で今度 ROE というのが何なのか、リターンとエクイティの関係なので、まあ、株の時価総額に対してどれぐらいの利益を上げられているか、株の価値に対する利益の効率性というのを示す数値ですね。これがですね、1.25 倍になります。現在 ROE 7.7% ですけれども、これが 9.6% まで上がるわけですね。普通は ROE が上がっていくというのは利益が上がっていく、分子が大きくなっていくという計算ですけれども、今回ヤマダホールディングスはですね、自社株買いを大量に行うことによって、分母となっている株式の時価総額を減らすことによって、指標としては上がるという結果になります。そうするとですね、昨今で運用機関であったり投資商品の世界で非常に人気を博しているのが ROE を高評価するものですね。まあ、株主投資家からの評価が上がるわけです。まあ、ちなみにご参考ですけれども、アクルーアルというのは本業でどれぐらいの利益を上げているかという指標となります。大量に自社株買いを行うことによってヤマダホールディングスにはこのようなメリットがあるわけです。おー、株主思いの素晴らしい企業や投資家からも高い評価を得るために自社株買いを頑張っているんやなということで、本日の動画はここまで。
とはならないんですね。まあ、日本の企業というのは得てして上に立つ人間というのはそこまでお人よしではありません。ここでヤマダホールディングスの5年の株価をご覧いただきたいと思います。まあ、そうするとですね、まあギザギザとはしてるんですけれども、基本的には右肩下がりの傾向ですね。まあ、そして矢印を少しポトンポトンと5つぐらい落としていきたいと思います。4つでした。この矢印のポイントなんですけれども、だいたい7月の頭頃に売っているつもりです。さてここでクイズです。矢印が示している7月頃に行われるイベントというのは何でしょうか？簡単ですね。矢印の直前で株価が押し下げられている傾向、つまり矢印はなるべく低い株価で迎えている。7月の頭にですね、新株の予約権が取締役の報酬として付与されます。新株予約権と言いますと、マーケットで取引されている株価とは関係なく、決められた一定の株価で株を購入する権利ですね。ですのでヤマダホールディングスの株価で例えますと、新株予約権が400円で行使できる権利だったとします。そうするとですね、この権利を行使してすぐにですね、マーケットで売れば利益が出るわけですね。その利益が取締役の報酬になると。なんでこんな回りくどいやり方をしているかと言いますと、例えば600円で新株予約権を設定すると、足元500円だった時に100円負けるわけですね。そうすると権利は行使しないわけです。損はしないということですね。ただ取締役としては頑張ってですね、企業経営を行うことで株価を引き上げる、700円にすれば行使価格600円の新株予約権には100円の価値が出てくるわけですね。ですので企業経営に一生懸命取り組みましょうと、そういったインセンティブの一環として付与されるわけですが、この付与されている7月のタイミングですね、どの時点からも株価は下がってしまっているわけです。特に足元2021年からずっと下がっているわけですね。そして400円終わったところでついにですね、限界を迎えるわけです。こんな風に取締役の人が怒っているかどうかはわかりませんが、このような株価推移だとですね、新株予約権による報酬というのが全く得られないわけですね。おい、株価をなんとかしろよ。せっかく取締役として頑張ってんのに。ボーナスの一銭ももらえへんやんけと心の声が聞こえてきそうなわけですけれども、今回ですね、この自社株買いを行ったことである程度株価が引き上げられたわけですね。どこまで株価を引き上げられるかどうかというのもわかりませんけれども、ある程度上がってこれば新株予約権の行使価格を上回ってきたところで、当然この権利を持っている人たちは急いで売るわけですね。こんな右肩下がりの株価、自分の権利行使価格よりも上に来るタイミングというのは千載一遇のチャンスだと感じてもおかしくはありません。そうするとですね、自社株買いを行ったからといって株価が上昇して安泰だというふうに捉えるわけにもいかないわけです。そしてですね、この自社株買いの効果というのを大々的に言うわけはないんですけれども、ある意味在宅とも言えるようなこの手法をですね、やっていて企業成長ができるのか、このような企業の株主を続けていても大丈夫なのかという心配の種は生まれたわけです。ということで、新入君、自社株買いをテーマにしたミーティングも一段落してくつろいでいるわけですけれども、近々ですね、自社株ではなくて他社株の持ち合い、政策保有株というのを5月末にですね、いくつかの企業で一悶着ありましたのでご紹介したいと思います。その際にはですね、新入君が運用期間の中で雑用係として毎年毎年繰り出されることになるめんどくさい雑用というのもご紹介したいと思いますので、そちらも楽しみにお待ちいただければ幸いです。今回の動画はここまで。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。